はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は中学2年生の数学箱ひげ図 ② 読み取り編をやっていきますで前回1で、まあ、箱ひげ図のね基礎になるところをやってったわけなんですが、まあ、それの応用というか先に書いてあるのね箱ひげ図が。そっから情報を正しく読み取れますかっていうのを今回4問やっていきますのでまず一回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。 でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が説明しながら問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします、はい、じとい,いうことでちょっと個人的なお願いがあるんですが、えー、今ここにね分位範囲とか、まあ、箱ひげ図も書いてあるわけなんですけどいやこいつら何だっけとこの分位範囲って何だっけっていうハテナが 頭の中に出てる方は、ぜひ、丸1の方を見てください。そっちで、ある程度基礎知識をつけておかないと、多分この説明聞いても、何言ってるんだって、けど無駄になっちゃうからね、時間がね。なので、あの、右上の、ここにびっくりマーク、もしくは下のね、概要欄にリンク貼っておきますので、そこをチェックしてから、もう一回戻ってきてくれると嬉しいです。ではね、実際の問題やっていくんですが、箱ひげ図が2つあります。A グループ、B グループね。 で、今、15人ずつ。これも、あの、覚えといて。大事だから。15人ずつね、言いますと。で、テストした得点の、その箱ひげ図が表されてる。あそこに。で、この箱ひげ図から読み取れることとして、それを正しいか、正しくないか。これがややこしいんよ。このデータからはわからないっていうね。この3択でいきます。いいかいで、1番から順番にやってってもいいんですけど、やりやすいとこからいきます。今回。で、どれが一番やりやすいかって4番です。 これが多分一番わかりやすい。で、範囲と四分位範囲っていうのは前回やりました。まず範囲っていうのは、これで言うと一番大きい。だから A グループだと10点だよね。B グループ、ごめんなさい。A グループの一番下って2点じゃんか。だから、10点から2点を引いた10く2の8が A グループの範囲です。だからこっち。範囲は、A グループは8になります。計算式抜いとくね、もうね。で、B グループ。 マックスが9だよねで一番低い得点が1です。1。つまり9-1なんでこっちも8になってる。まあ、この時点でもうこれえ同じだから大きいじゃないよね。だからもう×って分かるよ。正しくないってね。で正しくないのでちょっと今回ごめんよ。これさ答えの欄これでいかして。意外正しいが丸。正しくないが×で分からないが三角にします。つまりこいつは×です。正しくないと。 でも、復習のためにちょっとこっちもやらせて。四分位範囲ね。で、四分位範囲は、第三四分位数から第一四分位数を引くんだよね。で、まあちょ、っと何言ってんだってなるかもしんないけど、この図だとわかりやすくて、四角の箱の一番上、<い>一番上が第三。一番下が第一なんだよね。だから、一番上、ここ7点でしょ。一番下、4点でしょ。だから7、7引く4すればいいから、 A グループの四分位範囲は3って分かりますとで B も箱の一番上は8点一番下は3点なので8 3すれば5点だから四分位範囲はね確かに B グループの方が大きいんだわだけど A グループは同じなので今回の4番に関しては×になりますこれが一番分かりやすいあれ見るだけだからねで次は1です1番いきます これはね、覚えておいてほしくて、あの、もちろんこれを取ってるのは、このね、箱ひげ図が正式に教科書に採用される直前に取ってるからさ、みんなが実際テストを受けるときに、学校の先生がどんな傾向で出すか、まだ読めないんだわ、正直。読めないんだけれど、まあ、これは出るよ、きっと、一番は。B グループの平均値の話。平均値は6点である。で、これ結論から言うね。結論から言うと、これ三角なんです。もう、引っ掛けやすい。 この問題はでどう引っかかるかっていうと B グループ見てください平均ってさまあど真ん中ってイメージでしょ全体の平均だからこの箱ひ,箱ひげ図6点のとこにさ箱の真ん中の線来てんだよね平均ポぽいんだよねあれねでも実は箱ひげ図からは平均値はわからないんですわからないまずこれ覚えておいて箱ひげ図から平均は出せないんです なぜなら箱ひげ図ってどの位置にどのぐらい分布してるのっていうのが分かるだけなので実際の数値は分からないんだよね確かにマックスは9点なんだよでも9点が1人なのか2人なのか3人なのかも分からないのちゃんと読み取らないとねだから平均値は分からないだから×って行きたくなるんだけどでもこれね分布が分かんないからさ実際データが出てれば平均出せるんよでも出せないからでも6点にならないわけじゃない だってなる可能性あるんだもん。分布によっては。だからなるかもしんないし、なってないかもしんない。だから分かんないの。いい。平均値に関しては基本的に分からない。箱げ図は。っていうのを覚えておいてください。だからやりやすいね。覚えておけば。平均値に関しては。でですよ。こっからです。はい。2番、3番も、これはめんどくさい。で、まずじゃあ2番からいきましょうか。どちらのグループも半分以上の生徒が5点以上であると。 で、これはね、多分いろんなやり方があります。で、まず A グループからいきますね。で、やり方があるんですけど、自分はよくね、この問題解くときにいいなと思ったのが、まず15人いますよね。15人。で、ど真ん中の人、まず決めましょう。ど真ん中。い,い何人か人がいて、ど真ん中がいます。で、今15人、奇数人だから、左に7人、右に7人、14人だよね。だから、ここに、真ん中は、これ8人目の人なんだよね。 いいかいでこっちにはあと7人残ってます。で、こっちにも7人残ってる。これが中央値ってやつ。だから第二四分位数だね。ど真ん中の人。で、もう一個です。左に7人残りました。この7人のど真ん中の人も探します。え7人のど真ん中。これも奇数人だから、7のど真ん中って左に3人、右に3人置けばど真ん中決まりますよね。つまり、ここにど真ん中。まあ4人目だね。だから。 でここに3人いて3人いるわけ。ちょっとこれ消しときます。でこっちも同じね。ここに3人いて右側の残った7人のど真ん中つまり8人いるから91012回、まあ、12人目がいて右に3人がいるっていう。このど真ん中左に残ったど真ん中右に残ったど真ん中を決めておくとこれが。 1> 第1四分位数。第2。第3なんだよね。そうすると、あそこから、この、この人が何点取ったかってのはもうわかるわけ。例えば、A 見ましょう。さっきやったね。箱の一番上。これ7点でしょ。つまり、この人7点なんだわ。今。第3だから。で、箱の一番下4点だよね。つまり、この人。この人が4点なの。で、箱の真ん中の線、引いてあるね。 これ5点になってる。その人が第2だから、8人目のこの人は5点ってことが決定する。この箱ひげ図から読み取るのはここです。もちろん、一番最高得点が10点とかもわかるんだけど、ちょっとそ省きます。まあ問題関係ないんでね。で、戻ると、え、まず、どちらのグループなんで A から調べましょうか。半分以上の精度が5人以上です。今、真ん中の人が5点取ってます。ってことは、右にいる人、ここにいた7人ね。 は、絶対5点より上なんだよね。下がることないから、6点は。ってことは、ここに5点の人がいて、ここにも5点がいるから、7人、8人は5点確定してるの。絶対に。だから5点以上でしょ半分以上は。15人の半分って8人入れ取ってれば構わないからね。だから OK です。これに関しては。で、B グループに関しても同じように考えると、ちょっと全部書くとめんどくさいので、真ん中だけ調べます。これ。6点でしょ つまり8人目の人が B グループもう6点取ってますこの人が6点取ってんだから右も絶対6点より大きいつまり5点以上だよね5点以上の人は絶対に8人いることが分かる最低でも分かるのでこれは A グループも B グループも半分以上の生徒が5点を取ってますつまりこれは正しいということが分かりますといいかなこういうふうに読み取ります 真ん中決めて、残った左、残った右の真ん中も決めておけば、もうデータはだいたいわかるから。いいで、それを使ってラスト3番いきます。A グループだけだね。A グループは7点以上の人が4人いると。で、これね引っ掛け問題です。引っ掛け。で、ちょっとやっていきましょう。7点以上ですよね。ポイントはここです。ここ。 この箱ひげ図見たときに、第三四分位数が7点になっているので、この人が7点確定してます。つまり、こっち右3人、ここにいる人も絶対7点より上です。だからさ、今のデータで言うと、ここ、4人いるよね、4人。この人7点以上確定なの。だから、あっ、オッケーオッケー、4人いるじゃん。丸って行きたいんだよね。でもこれ実は答え三角です。 ここ気をつけてください。なんでかっていうと、確かにこの4人は確定してんだわ。7点。でも、この12人目の前の人、11人目ね。11人目の人も7点かもしんない。だって7点でもいいんだもん。箱引きが狂わないから。だから、ここの人、1人前が7点の可能性がある。つまり、5人いるかもしんない。もっと言うと6人いるかもしんない。だから、正しくないとは言わないよね。だって4人確定してるから。 でも、五人六人のパターンもあるので、このデータからはわからないが、正しくなります。で、問題からすると、これで終わりになのよ。まあ、動画止めてもらっても構わないですけど、ちょっと一個だけ付き合ってほしくて。これね、もし、ここの。問いが3い。三人。え、エグループは七点以上の人が三人いる。 で問題だっったらどうですかってもしこれだったら答えは×なんだよね。なぜかっていうとこのデータ見てわかるように4人は確定してんだわ。この人7点だから。だから3人ってありえないんだよ。正しくないじゃんって言えるのでこういった細かいところで引っ掛け三角になったり×になったりっていうのが出てくるのでここをぜひ注意してもらえたらと思います。いいかな ごちゃごちゃしてるからね、まあはめまして、箱、箱ひげ図がね、はめましての方にとっては、えー、難しそうってなるかもしれないですけど、まず、範囲に関しては、見りゃわかる。引き算ができれば問題ないから、もう焦らず行こう。で、平均値に関しては、基本的に箱ひげ図。平均値はわからないです。い、間違ってるじゃなくてね、わからない。っていうのをまず覚えてもらって、で、この辺に関しては、真ん中、左側に残った真ん中、右に残った真ん中、ここをしっかり押さえれば、 読み取ることができるのでこんな感じでやってみてくださいでは今回はね箱ひげ図 ② 読み取り編やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました